結構解いてて、まあ普通に解けたんですよ、うん、まあ、特に知識系とかだったら普通に解けるじゃないですか、いつも通り、うん、解きながらニヤニヤしてましたねそれだいぶ変人だったそうなんですよこんにちは、武田塾お茶の水本高校社長清水です。教務の山尾です。山尾先生、はい、山尾先生はちなみに早稲田受かってるわけじゃないですか。はい、早稲田受かった時って、うん、結構いい感じだなっていう感触って本番解いてる時ってありました？早稲田2学部受かってるんですけど、はい、実はおあんまり手応えなかったです。あ、そうだったんですね。はい、清水先生はどうだったんですか？僕は結構国立であのセンターと20の組み合わせじゃないですか、はいはい、センターは事故ったなと思ってたんですけど20はこれ来たなって思いましたね。あ、まあ、今日の質問がそのどういう風にやったら本番に実力を発揮できるかっていうところなので、うん、ちょっと僕なりのまず見解を伝えてみますか、はい、ます。で、本番って基本緊張するじゃないですか、うん、その前に結構日本史とかオロラって勉強してたんで、うんうん、結構解いてて、まあ、普通に解けたんですよ、うん、まあ、特に知識系とかだったら普通に解けるじゃないですか、いつも通り、うん、解きながらニヤニヤしてましたねそれだいぶ変人だな緊張してても実力が発揮できるまでそれまでやり込むっていうのがまず前提と一つですよね。なるほど。入試会場にいる人ほぼほぼ全員緊張してると思うんですよ。あ、確かにね。なんですけど、うん、実際会場行ってなんか周り強そうに見えません？うん、なんかそうなると自分だけすごい緊張してるんじゃないかな、もうやばいわってなると思うので、はいはいはい、なんかまず周りも緊張してるんだよっていう風に、まあ、客観的に見ることとか、うん、緊張した中で、うん、まあ、ちょっと手応えなかったかもしれないけど実際それで早稲田の教育とかに受かってるし、はい、僕も実際それで最終的に学芸取れたんで、はい、まあ、緊張しちゃダメっていうマインド自体も捨てた方がいいかなって僕個人的には思ってます。うん、緊張してても全然 OK と、緊張してる中で実力を発揮できるやつが受かってくるんだよっていう風に、うん、まあ、僕はちょっとこの子にはアドバイスしたいかなっていう感じですね、はい、いいですね。で、今あの清水先生の方で緊張ってキーワードが出たと思うんで、はい、僕もその当日、まあ、緊張は全然満たするもんなんで、もうね、緊張してるもんだという今の清水先生のマインドセットを持ってほしいんですけど、自分の持ってる普通の力を出すのが、まあ、一番その高得点取れると思うんですね。緊張しない対策っていうのは、まあ、ちょっとした方がいいかなと思って、緊張をその、はい、和らげる手段って自分は正直一つしかないと思ってて、はい、もう経験するしかないんですよね。なるほど、はい、そう、浪人しろってことではなくて、はい、これ冗談ですよ、はい、なのでその要は入試会場に何回も足を運ぶというのが、うん、その早稲田に初めて行った時ってやっぱりこの、はいはいはい、あの分からない環境を見てやっぱりこの心とかあのドキドキするわけですね。脳も知らない環境を見るし、そう、ね、だけどそれを例えば2回3回とかって見ると脳、はい、は慣れてくるわけなんですよ。そうすると緊張しなくなるんですよね。もうやらげるにはもう慣れるしかないと思うんですね、はい、うわ、そう、入試会場にやっぱり2回とか3回とか行くようにしました。前日にその、まあ、泊まってたんですけど2回ぐらいその駅から歩くことをやって緊張ほぐすようにしてましたね。そうなんですね、はい、確かに早稲田のキャンパス入試になって初めて行くとかだと、まあ、そう、緊張増しちゃいますもんね。そう、結構いるんだよ、はい、そう、初めて行く、そう、せめて前日には行ってほしいし、できれば夏のオープンキャンパスとかそれぐらい行ってほしいし、はいはいはい、なんか乗り慣れた駅というか、そうそう、電車とかも本当当日びっくりすると思うから、はい、そうですね、地方から出てきたら東京でもやばいですもんね。本当にその通り。あとはその何個か受けるじゃないですか、私立いろんなレベルに応じて、はいはい、でその併願組む時もその本命を一発目にしないでくれっていう風によく言うんですよ、うん、あ、そうだね、いいね、それも。やっぱり滑り止めとか、うんうん、抑えに行くところっていうのをなるべく早めに受けて本番を何回か踏んでって、はい、最終的にピークを、まあ、早稲田とか、まあ、国立の2次とかに持ってくるっていうのがすごい重要ですよね、うんうん、そうなんです、はい、なので、まあ、まとめると、まあ、緊張しない対策としては、うん、まあ、前に何個か試験を受けておいたり、うん、入試会場に初めて行くっていう状況をなるべく避けると、うん、で慣れた環境で受けられるようになるべく、まあ、事前に対策しておくってことと、あとは本番においては、まあ、緊張を多少しますじゃん、うん、するじゃないですか、うん、そうする、うん、まあ、しちゃっても別に それは OK かなって僕的には思うので、うん、緊張してる中で実力を発揮できる人が、まあ、受かっていくんだぞっていう気持ちでやってくれると結構それで本番でいつも通りの実力出せるんじゃないかなっていうふうには思うので、うん、ぜひそんな感じで、まあ、ここからガンガン本番がいよいよ始まってくると思うんですけど、うん、メンタル面もぜひそんな感じで頑張ってほしいなと思います、はい、受験失敗しても知らないんで、はい、大きな気持ちで行ってきてください。はい、ぜひ頑張ってください、はい、本日の動画は以上です。武田塾お茶並み本校、はい、合格実績が決まってるんですけども、はい、実際受かってるんですか、どうなんですか？実際結構受かってます。はいはい、実際に受かった大学とか学部を一人一人手書きで書いて掲示したものになります、はいはい、私が校社長として掲げたいテーマとしては生徒の成績をとことん伸ばす、この一点です。自分の叶えたい夢っていうのが一人一人あると思うので、それを叶えてほしいからです。それでは武田塾お茶の水本校行ってみましょう。